はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がかねてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんすごいですよ。あのね、お茶あるでしょ。お茶、皆さんが飲んでるお茶ね、お茶が新型ウイルスをね、無害化してくれるという実験がね、奈良県立医科大学で行われたようでですね、結果ではですね、最大 99% もね、感染力を無害化してくれたそうです。すごいですよね。これは本当にすごい話ですよ。しかもそれがね、その市販のお茶でね、効果がね、確認できたらしいんですよ。今はね、まだその基礎研究段階なんで、人でのね、人間での効果は未確認なんですけども、試験管あるでしょ、試験管ね、試験管の中でそのウイルスが1分間でこのお茶に触れていることでね、この最大 99% がね、その感染力をね、失ってしまうというね、まあそういうことかね、まあ、今後ね、感染対策の一つとしてね、期待できるようなんですよ。しかしこれはね、その各商品によって、まあ各お茶ですよね、各いろんなお茶によって効果に差があったらしくてですね、まあそのメーカーの許可をね、取って、その商品名のね、その公表をね、今検討している状態なんです。こんなん早く教えてほしいですよね。これ実はね、その実験はね、そのペットボトル入りのね、その、まあ、緑茶とか紅茶などのね、まあ、約ね、こう10種類10個の商品を使って、試験管の中でね、そのウイルスとお茶を混ぜて、時間の経過ごと の感染力をね、持ったウイルスっていうのの量を検査したような実験なんです。ほんで、その最もね、効果が高かったのは、茶葉から入れた紅茶だったそうです。紅茶ですよ、紅茶。もう僕がね、毎日飲んでる紅茶もね、まあ、ごぼう茶もそうなんですけどもね、まあ、それの対象になって入れればね、すごい嬉しいんですけどもね、まあまだ人間ではね、僕らみたいなその人間では実験されてないので何とも言えませんけども、その無害化できるんならね、その体の中に入ったウイルスもね、しっかりと反応してほしいもんですよね。ほんでその、試験管でのその紅茶の中に入れた、感染力のあるウイルスっていうのは、1分間で100分の1、10分間で1000分の1以下にまで減少したので発表されております。でその研究チームのね、教授はですね、人への効果についてのね、その可能性の段階とした上で、インフルエンザでね、そのカテキンの効果っていうのが確認されていまして、そのお茶を飲むことで同じような効果が確認できているので、期待されると話しています。お茶を飲んだらね、その風邪をひかへんっていうのをよく聞きますよね。ねえ、よく聞きません。僕の地域だけじゃない、そんなことない、そんなことない、全国的に結構ね、この話は有名やと思うんですけども、だからそのインフルエンザの効果がね、その期待感っていうのはね、物語ってますよね。またね、その教授によるとですね、そのカテキンっていうのはインフルエンザなどのね、表面にある、そのインフルエンザ菌の表面にある突起状のそのタンパク質に付着して、カテキンが付着していって感染力をなくすということがね、確認されてまして、新型ウイルスでも同様の効果がね、推測されると話しました。そうですね、新型ウイルスの、顕微鏡で見たやつも結構こうトゲトゲがあるじゃないですか。それが王冠に見えて、コロナっていう風なね、英語で王冠でコロナっていうじゃないですか。だからそのコロナウイルスっていう風に呼ばれてますけどもね、まあ、すごいですよね。それが本当に、ね、期待できるんやったらね。しかもね、お茶ですよ、お茶、紅茶ですよ。その中に入ってるカテキンがいいんですよね。そのカテキンといえば、ポリフェノールの中のフラボノイドの中の、カテキンなんで、そのポリフェノール、フラボノイドの中に入ってますよね。そんなカテキンのね、能力っていうのはですね、血中コントロールの低下、体脂肪率の低下の作用があると。で、がんの予防もある。で、抗酸化作用はもちろんのこと、虫歯予防、抗菌作用もあると。そんな感じがね、挙げられますよね。で、その他にもですね、そのお茶の中には、カフェインでしょ、で、テアニン、これはアミノ酸なんですけども、で、ビタミンとサボニンなどね、まあ他のやつもいっぱいあるんですけども、まあ、そのようなものが含まれてますので、そもそも、そして水分もね、しっかり取れるしね、健康にしてくれる飲み物なんですよ、お茶っていうのはね。
いやすごいですよね。なので皆さんね、改めてお茶や紅茶を飲みましょう。ちなみにね、まあ話がすごいそれるんですけども、まあ、 関係してることなんですけどもね、まあ株取引をやっている人、株式会社の株とかあるじゃないですか。でそれで株をやっている人っていうのは、まあ、今回のその実験でね、効果があったやつ、まあ高いね、その紅茶のねメーカーをね、今ね探しまくってるんですよ。どこの銘柄や、どこの銘柄やっつって、その銘柄を買おうとしてすごい必死に動いてるようなんです。でもまあその奈良県立医科大学側はまだそのメーカーの許可が出てないので商品名を公開してないみたいなんですけども、もう公開されたらそこの株はね、もう爆上げしそうですよね。まあ話はそれましたけども、そのお茶やね紅茶のカテキンでウイルスを無害化できるのはいいことに越したことないんですけども、まあ、これまでの手洗いうがいなどのね予防策もね忘れずにね同時に行っていけば最高ですよね。まあインフルエンザのねようにね、ワクチンが一般化されるまではね、まあされてもですけども、一般化されてもですけども、しっかりと予防をねしていきましょうね。そんな感じでですね、お茶紅茶が新型ウイルスの感染力を 99% 無害化できる実験が行われていたというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。